J リーグのクラブ系ってどれぐらい難しいか一番難しいのはまずは PTCA を回すスピードがどうしても時間軸がだいぶかかるので本田圭佑さんにも聞くとベルスコーンが来て面談があったりとかもするし、うん、どんな規制が今すごい難しいですか一番 J リーグ入ってびっくりしたのが採用が全然オープンじゃないんですよねこれまでサッカー業界ってどちらかというと円弧採用だったりデータ分析グーグルの社員に含まれてますソーシャルメディアはインスタグラムです、MD、は Z o Z o ですわれずの社長を なんかかここダメだろうとあそんな少ないんですかでやっぱスタジアムは熱狂がないとソーシャルメディア作っても熱狂しないっすよね日本代表が今回活躍してなんかサッカー見に行きたいっていう気もできたのでそれを育てられるかっすよね海外サッカーにおいては結構その選手から入ってて見てるっていう層が比較的多いんじゃないかなとこれまで J リーグってどちらかというと研修とかで言うと炎上しないでくださいって研修しかしないんですよ <laughs> 皆さんこんこにちはピボットの佐々木です今回からスタートする新番組「ピボットフットボール」ということでサッカー界のテーマをですねいろんな当事者の方であるとかそういった方を招いてじっくり深掘りして議論していきたいと思います。 一緒にコメンテーターを進めていただくのが、ジャーナリストの木崎信也さんです。はい、よろしくお願いします。木崎さん、もワールドカップ期間中もいろいろ一緒にお世話になりました。はい。まあ結構再生回数までピボットで行ったということで、うん、まあサッカー側としてはすごい嬉しかったですね。ビジネスメディアでサッカー番組はそんな人気出るかなと思ったんですけど、<laughs> うんはい、反響良かったということで、はいまあ、ありがとうございます。今回も攻めていきましょうか。そうですね、やっぱり結構、ね、他じゃ話せないことが多くて、<laughs> はい。 まあ、結構、ネタを今日持ってきたんで、ちょっとつけてみたいと思います、はい。はい、そんな記念すべき第一回目のゲストに、お招きしたのは、メルカリ会長で、鹿島アンドラズ社長の小泉文昭さんですすよろしくお願いします。よろしくお願いします。 よく来てくれましたねお手柔らかに行くんですよねこれ知らないで多分来られましたね小泉さん全然知らないで来ましたし一回目ということで僕の数字が今後左右すると思ってちょっと気にドキドキしましたし小泉さんならねツイッターもやられたりとか発信もねいろ,いろされてるんでなんか企業経営やってる立場、うん、IT 企業経営とどう違うのかとかねそこへのビジネスの話も深掘りしていきたいと思います今日よろしくお願いしますまず最初にですね今日サッカービジネス経営っていう観点からちょっとその関連資料をちょっと あのおさらいした上で、はい、それで小泉さんに今日10の質問を木崎さんが用意してますのでどどんどんぶつけていいいきたいと思います、はいはい、まずサッカービジネスの話なんですけども、まあ、リーグ戦の観客動員数もちろんあのパンデミックの影響でちょっと下がったんですけどそれまではずっと右肩上がりで一応伸びていたという状況があります。で J リーグの営業収益なんですけど57クラブ合計で1,240億円というレベルになっておりまして、まあ、これを大きいと見るか。 小さいいいいととととと見るかかっっっててうのはちょねねね海外との比較とかも最後あって見てみたいと思いますすすそれででで入入場料収入ですね心のところが今あの結構伸び悩んでるとこあるんですけど逆に言うとこれスポンサー収入見るとずっと見方あれで伸びていてやっぱスポンサー収入が重要であるということがこれ見るとよくわかるかなと思います。で費用の方を見ていくとやっぱり人件費のところとかいろいろかかっていてやっぱあんまり利益が出てるクラブっていうのはあんまり多くない。 状況でして、平均的なクラブの収益っていうのはだいたい四十億円台ぐらいということで、赤字のクラブも結構あるというような状況です。で、もあその中で鹿島アントラーズはもちろん日本の中でビッグクラブということですけど、営業収入六十六億円ということで、まあ広告収入であるとか、あとははい分配金とかいろんなもので構成されています。それで営業費用が六十五点四ということで、まあ利益はほんのちょっとってことですよね。そうですね。まあ去年コロナで影響多少受けているので、まあ本当に少し何とか何とかって感じ。 やっぱ利益出すのはり、うん、特にここ数年はちょっとコロナの影響が思ってる大きいのでまあやっぱり入場料収入とかまあうちはあんまりなかったんですけどリーグ全体で見るとやっぱスポンサーさんからするとこう、露出が減ってるよねとか、うん、あもしくはスポンサー級がコロナで影響を受けて。 どうしてもプロモーションのコストが削られたりであるとかまあかなり業界としてはやっぱり良くない数年ついてるなという気がしますそうですよね、うん、まあそういった中でこれねあの、はい、ピボットでも記事を出してその後小泉さんに言いたいことがいろいろあると言われたんですけども <laughs> これちょっといろんなクラブ他のえあのあれですね ブレミアリーグとかいろんなところと比較したものなんですけれども、まあ、例えば選手の給与の売上高に占める割合がそんなに多くないとか、やっぱり防衛権ですよね。防衛権が海外はバカでかいですけど、ねはい、J リーグはちょっとあんまり大きくないので、そこで苦戦しているとか、他との比較で見えてくるものがあるのかなと思います。まあ、こんな感じでちょっとおさらいした上でですね、ここからまあ実際の鹿島アントラーズ経営されてみて感じていることとか、そういったところを聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。まず最初に一番聞きたい質問なんですか、はい 小泉さんはやっぱもう会ビジネス界でめちゃくちゃ成功されてきたと思いますね。<laughs> で,で僕みたいなユニコ二つも作ったんで,すよで、まあ書き手側からすると、はい、メルカリきたジェイリーグどんなんだとすごい楽しみだったし期待してたんですけども、まあ今の印象で言うとそこまで大きく変わってないんじゃないかって印象があって、やっぱ難しいんじゃないかなとその。 J リーグのクラブ系ってどれぐらい難しいかをまず聞かせ <laughs> もうこれだけでもうスカ番組終わるんじゃないかなぐらいのようになるんですけども僕まあ唯一ですね、まあえっと、一番こうなんでしょうね、あのー、今公開なの,のはですね、まあ、コロナに結構僕社長とすぐになったので。<laughs> 結構実はやりたいことがまだあるんですけどここに3年ぐらいできてないっていう中で,、うんでまあ、僕自身ですね、まあ、そうやっても3年こうやっていく中でやっぱいくつか難しいネット企業の感覚でも難しいなっていうのがあって一つが特に一番難しいのはまずは PTCA を回すスピードがどうしてもですねマッチでことになるともう次直したいの1週間とかホームゲームで2週間待つみたいなでその2週間後またデータ見てまたやるっていうのがネット距離でやるともうそれがかなりクイックに高速に回せるものが。 まあそこかかかなり時間かかっっててしまってるプラス今コロナで特に1年目なんかもう入場さえいけない中でいうとそういうファンとの接点であるとか数字絡みがどうしても反応することがまあリアクションがすごい遅れてるとか遅くなりがちで,でこれだけこう僕らも多分いろんなコンテンツとかとのこう選択の競争に合ってたりだとかいろんなこうお客様のメディアね接触メディア変化とかある中でクイックに変えたいんですけどどうしてもそこがこうネット企業憶からすると,ちょっと時間軸がだいぶかかるので。 変化を起こしたいのにちょっとっと遅くなっている<ー>もしくは遅くならざるを得ない構造があるっていうのが、まあ、変だし野球だったらあと2倍以上試合数あるたなとかですね。そすねなんかその辺はなんかちょっとこうやってて思ってる時間かかるなっていうのはまず1個目結構大きいですかねそう野球だと日本ハムが最初皮切りに北海道行って成功して、うんはい、で楽天でソフトバンクで,、ね、かで d n a、うんはい、成功事例が結構同じようなことをやってたのかなと思うんですけど、はい、やっぱそこの PGCA 回せる回せないが。 ッ差,差が全然違うんですか最初入った時僕1年目でですね思ってるデータが取れてなかったりとか取れる環境にないもしくはリーグ含めてそういうものに対すれば投資が遅れててだから少しこうまだどんぶり感情的なところがいろんなところだったんですよねで感覚的にやってるところが。でそれがまずできるような環境を整えることでまず時間使ってたりもするのでやっとこうサッカー界もデータを使いながら。 経営的な改善が回すような仕組みは整ってきているんですけどもまず最初そこは思ったよりあの整備されたようになっていますそっちのところありましたよねインフラ作りみたいなところにもインフラ作りとか,とかもう本当にベーシックなところで、うん、経営としてやんなきゃいけないところがまあそれは DNA さんとか楽天さん入った時も多分まあそこからやっていったみたいなのあると思うんですけども、うんうん、僕らも実はそこからやっていったみたいな僕はなんかそこもちょっとできてるのかなっていうのは 正直3人前は思ってたんですけど、うん、思ってできてなかったなっていうのは、うん、そっち行列でありますよねじゃあお客さんの属性とかあんまり分かってなかったでコロナで良かったのが、えー、と今それまで,ではその紙のチケットとかで取れなかった人たちが、うん、まあコロナの感染対象で基本的に J リーガー i 登録させて皆さん QR でちゃんとチケット管理しましょうねってなったのは逆に後押しでこれでかなり見える化されてきたり、えー、で僕らでいうと去年、えー、と去年の開幕戦2回席を無料でもう全部開けたんですよね、うん、でで属性取れるんでで 出てくると思ってる新規が多かったとか思ったのと全然違う層が来ていて、うん、でそういう方々にちゃんと次の CRM も回すとす、ね、ちゃんと反応するんですよねちなみにスタジアムがどれぐらい遠くかからく来るものなんですか僕らのちょっとあんた変で僕らコロナ前のデータとか見てるとですね2万1,000人弱ぐらい平均来たんですけど平均50 95分なんですよ片道おあ結構遠いです、ね、結構遠いすでですヒートマップ見るるととかかなり東京であるとか初も多くて、うん で僕ら県外が大体55パーセぐらいなんですね。まあこれは一般的なちょっと J リーのチームだともう少し県内とか近場多いのでちょっとアントラーズは独特なんですけれども、まあそういうデータとかもですね。あのまあまあ比較的こう徐々にいろんなことためながらやってきてるっていうのが今の状況かなっやっぱサッカー経営の醍醐味って強化部との関係だと思うんですよ。もうお金出してんだから強化部を好きにしていいと思うんですけど、<laughs> 全然好きにしなかったと思うんですよ。はい、まあ徐々にヨーロッパ色とか、はい、スティッさんが退任されてアドバイザーになったりとか。はい 色は出てきたと思うううんででですすすけどどそそこはどうですかそうですね、まあ、フットボールのところについては、まあ、最初僕ら素人というかまずはフットボール何が起きてるのかっていうのを把握した上でじゃないとやっぱりなかなかその意見交換できないよねってなったので、まあ、最後に言うとまあ最初1年ぐらいっていうのは比較的こうその状況をまず把握するっていうところからでただそれを僕らからしてみるともっとこれアプローチがあるんじゃないかとかあそういう意見がこう徐々に徐々に、まあ、コミュニケーションになってだからサの方も徐々に変化してきてるっていう感じかなと思ってるんですけサッカーの方も徐々に変化してきてるっていう感じかなと思ってるんですけどもこのサッ ビビジジネネスというその勝敗ってかなりすは、うん、この勝敗も必ずしもその、ね、正しくやってれば優勝できるものでもなくてそこも経営者とすると、うん、なかなかその勝敗というコントロールできないもの、うん、なので僕らとしては勝敗の,その勝つ確率を高めるアプローチをひたすらするっていう感じなんですが最後結果はまあ変なし運の要素もたぶに出たりするので、まあ、本当そこはこうやりながらいつも苦しんでるところではあるんですけれども。うん まあ僕はなんか思ってるのはその短期の仕事っていうのは結構監督であるとかっていうのに任せがちなんですけど中長期の投資はやっぱ経営側でもっとできることがあると思っているのでまあユースはじめとしてまあ環境であるとかまあそういうのは僕らもっともっと積極的にやっていこうかなと思っていてあとは短期はまあ監督とのコミュニケーションの中で当然一見行為できない中でまあ僕らは補強であるとかまあできることはまだあるのでまあそういうところをうまくコミュニケーションをねやってるっていう状況ですかね。まあ、デルルスコーニのね AC ミラン時代とかすごい口を出すというか印象がありましたけども。 まあ、本田圭佑さんにも聞くとベルスコーが来て面談があったりとかもするしヘリコプターで来てみたいなそれが結構お金出す方のまあ味わえるなんていう楽しさでもあると思うんですけど、はい、でもダリンの人たちにいろいろ聞くと鹿島はメルカリさんは偉いとと全然我慢してると <laughs> そこがでも逆に妙科物足りなくて <laughs> もっとなんか行ってもいいんじゃないかなとか。三谷さんみたいな感じで そうですねまあでも言ってますけどね、まあ、そういう意味で言うとなんか,か多分そのコミュニケーションをかなり頻繁にやってるので、はい、まああのそういう意味で言うとまあ岩政大輝もそうで監督の岩政もそうですけれども、まあ、選手のコミュニケーションもある中ではですね、まあ、前よりはだいぶ距離感近く言い,い始めたなっていうのは僕の、まあ、正直僕もそこを最初1年ぐらいいうのはかなり見過ぎとしていて、まあ、あの手をつけてない部分があったんですけれどももしくは学んでた部分があるんですけれども、まあ、この1年2年ぐらいはだいぶその辺は。 まあ介入はしないですけどもうん、うん、あのかなり意見は交換するようにしてきてるかなというふうに思ってます、ね、さっき難しかった部分で pdc のお話ありましたけど、はい、他にありますか経営でやっぱこれ思ったより難しかったなっ。まあそういうとその今までの広告の貰い方というかスポンサーセールスのねやっぱり比率が多いと思うんですけどもうん、うん、どちらかというとこう今までって親会社がこうスポンサーとしてこう かなりこうミルク補給をして成り立っている部分がまあ,あると思っているんですけども僕はそれって健全じゃないなという中でで僕ら自身もいくつかのなんか仮説を立てながらもうスポンサーってネーミングからもやめようってあんたはしてもうそれもパートナーだとでスポンサーってなんかどちらかというとなんかこうお金を恵んでくださいっていう感じじゃなくて相手の課題を解決するような提案をしていってお金もらうモデルに変えなきゃいけないよねっていうのをクラブ全体のこのノーミスのこう変化をしなきゃいけないですよね。 まあそういう意味で言うと、最近で言うと、2つぐらいちょっと今新しい企画が出てきて、1つが SDGs 系の予算がを取りに行くっていうのが最近すごく今ハマってて、これまでのセールスプロモーションの予算だと、どうしても ROI がどうかとか、じゃあブランドにそんな投資できるのかっていう時にちょっと無形なものに対してっていうところもあったのが、かなり皆さんこと今 SDGs とか ESG みたいなもののバジェットが上がってきて、どうやって社会との接点に自分たちのチームを入れて、会社を入れていくのかっていうところに対して、クラブチームとか、僕らみたいなスタジアムがあったりするので、それをどう生かしていくのかみたいなところが、 今少しこうホットになってきてきたりあるとかもう一つパートナーの動きとしてはパートナー企業が持っている技術とかをまあどうやってクラブとかスタジアムとかに入れていくのかみたいなところで僕よくスタジアムをこうラボみたいにしたいって言ってるんですけれども例えばドコモさんと一緒に 5G 一番早く引いてもらって新しいエンターテイメントの見せ方とかマルチアングル入れたりとかしてるんですけどもなんかそういう,こうスタジアムのラボ化みたいなことをやってパートナー企業の技術が使えるようにしていくその POC の1回目を何か。 クラブでであるとかスタジアムきなないのかみたいなことを今やってきていてきいこれまでの露出をするからくださいみたいなモデルから徐々に変えていかないと露出の名所より裏に行いかないのでそういうなんか質的な変化って今やってきてますけれども、まあ、そこも結構難しいところあるんですが徐々にこう変わってきたかなっていうポイントですかね。うん なんかノンフットボールの売り上げを伸ばすっってこともねよくおっしゃまあそういう意味で言うとあのー、僕らのスタジアムは、まあ、指定管理を取ったのが2006年と多分 J リーグのが一番早かったので、うん、まあスタジアムを使ってこうマネタイズをしていくであるとか例えばクリニックやったりとかっていうのが早かったんですけどもえもっともっとそこ増やさないと、まあ、サッカーやってる試合ってホームゲームで言うと多分365日の多分ね,ねカップ戦に行ても二十何試合なので、はあ、そこしかマネタイズできないんで、まあ、そこが結構あのー、クラブチームとしてあの僕はよくなんかサ チーームがサッカーだけやっってればいい時代終わたなんでそのだけライフスタイルの方に染み出していってそこでマネタイズのポイントを作って収益化していくみたいな方に会社の中もこう変えていかなきゃいけないというふうに思っているので今徐々にそういう変化をして少し稼ぐボードを全体的にもう少し一段上げていくっていうことを今し始めていってるって感じですかね。まあ、あと難しいののはやっぱりその クラブ探偵でできることとリーグに引っ張られるってリーグのレギュレーション上できないこともしくはまあ制限かかっていたりみたいなところもあるのでそこのリーグに僕らがお願いしてリーグともに変えてきているもの例えばで言うと去年ですけれどもえーと今まで言ってホ,ホームターンですよね以外でマーケティング活動することに対してすごい制限がかかっていたのをまあ去年やっとホームターン外でもマーケティング活動していいですよみたいなことに開放してもらったんですけどもまあ,ああいうのなんか完全にクラブ発で。 僕らは実は東京でもっとマーケティングやりたいのに今だと東京ではなかなかできないよねいなところこうマーケティングの方ではホームタウン開放してもらったりだとか、まあ、そういう開放というか規制緩和みたいなものもリーグのようなしながら徐々にこうやってきてるっていう感じはあるので、うん、まあちょっとずつあるんですけど良くなってきてはいいかなって思っててててきか2番目の日崎さんの質問に並るかなと思うんですけど、はい、ぜひ。 これだけ優秀な方が来られて難しいって言ってるのはやっぱ規制があるからじゃないかと <laughs> その規制をぶっ壊さないとジェリーが変わら,す変わらないと僕は思っていてどんな規制が今すごい難しいですかそうですね規制まあさっき言ったホームタウンみたいなところの規制はやっと解放されたりだとか、うん、えと去年同じタイミングで解放したのが、ね、株式上場ですよねまあそういうようなところとかについては だいぶこうフレキシブルな形にこう規制が変わってきているのでだいぶまあまあ前に進んできてるかなという印象は持っているんですけれどもえっと正直そんんなななに今大きな規制を感じて,るっているとのはあまりないんですよどちらかというとその規制が緩和された時に J リーグクラブ側の経営能力が低いっていうのが僕は問題かなという風になってきてるかなと思っていて僕らの方がむしろじゃあ東京開放された時にじゃお前ら東京ニュースさんがどれぐらいマーケティングやられてるのかっていう時にやっぱりまだまだそこまで。 がが回っってない部分があったりやるとか、えー、変なし海外のサッカーチームはね東京ですごくいろんなスクールやってたのに、うん、僕らは今それができてないとかっていうので言うと、まあ、僕やっぱその辺もうちょっとやっぱ踏み込んでいかなきゃいけないなと思ってるんですけどもそう J リーグのあのマーケティングをその東京でもやっていいまああの自分たちのホームタウン以外でやっていいっていうのはどんなことが具体的に想定されるんですかその国立を使って試合やるっていうのは前からできたような気もするしますけれどもそういうのがや,やりやすくなったってことなんですか オフィシャルショップもそうですし、うん、ユースとかの練習の拠点とかもそうですしさまざ、あ、ま例えばアントラーズで言うと僕らは高速道路でがメインのまあ移動手段でサポーター来てくれるんですけど、まあ、そういう意味で言うとと、まあ、千葉と東京っていうところからすぐ来てるわけですねだから僕らがすると千葉と東京にもうちょっとアントラーズの拠点があってもいいんですけど、うん、今まではそれがやってないもしくはできなかった。 いやこれなんで僕らがするとこを今南化していこうというかもうちょっとこっちなんでマーケティングとしては攻めていけるともうちょっとダイレクトにカス島ムでアクセスしやすいんじゃないのっていうかアクセスするようなファンを増やせるんじゃないのかっていうので今ちょっとやっていこうかなもっとやっていこうというふうに思ってる、ね、じゃあレーソルとか FC 東京縄張りとバッティングするとこをう今までそういう縄張りでたできないんですよ実際問題ただそれってでもちょっとおかしくて実際の都道府県ベースでマーケティング規制されてるってやっぱどう見てもその実態の経済とずれてるんですよね それ今変えていとしたりとか僕は東京を開けてほしいってずっと言ってたのが東京って田舎者の集まりでいいって言っちゃうといらっしゃいますけど田舎も落ちです僕もそうですけどもなのに東京でマーケティングできない時ってなんかすごいもったいないことが起きてるで一方でじゃあ海外のチームが東京でマーケティングすることは許されてて全然イコールフッティングされてないじゃんっていう話で、まあ、僕の方から提案した部分もあるんですけども、まあ、そういう意味ではやっとその辺規制が直ってきていて。 まああのマーケティングなどはなんか結構やっとこう規制がなくなってきていて自由に戦えるむしろ J リーグチーム側の方が今、えー、問題が起きてるところが多いんじゃないかなというふうに思ってますね。まあ、僕唯一のやっぱり一番 J リーグ入ってびっくりしたのが採用は全然オープンじゃないんです優秀、ね、な,な社員を取るって時一般的な企業でいうとじゃあ何か採用媒体を使ってブランディングして優秀な社員を早く優勝しようって感じなんですけどこれまでサッカー業界でどちらかというと円弧採用だったりとか。 比較的仲間内で採用していてなんかサッカーチームの採用をオープンしてるってあんまりイメージないですよ、ね、で僕らそれでビズリーチとかいろんなところ出すとめちゃくちゃ多く来てすごいその中で優秀な社員がいたりとかあともう一個面白い例でいうと僕ら副業オープンしたんですよおーすごいでこれめちゃめちゃ面白くて僕ら今データ分析グーグルの社員副業やってますでソーシャルメディアはインスタグラムですでえっとええ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 え おほほでこれはだからメルカリが経験を取って例えばそのスラックとか、うん、まあかなりオンライン上で仕事できるような環境になってるんで東京の,その企業のバリバリの方々が本当にアントラーズファンでアントラーズの仕事をしたい時に今まで全く関わらなかったのにそ副業で関わることになって僕らはなんかすごくそれでやっぱだいぶレベルが,上がってきてきるんでですよねんなんでそういうその優秀な人をどうやって採用していくのかとか副業で受けれるのかとかそれもなんか今までサッカー村ちょっと閉じてたんで、うん。 の人がアップラインできないでその辺に対してやっぱりねサッカーとかとこになんか夢があるからお給料く低くてもいいでしょみたいなことでなんか3年ぐらいでなんか思いつきてやってみたいなのが <laughs> やっぱりどうしてもあったので僕自身やっぱり給料上げていく優秀な人をどうやって取っていくのかというとこやっぱ投資しないと売り上げ伸びないんでまあそこをやっぱ徐々に変えてきてるっていう最中かなと思ってますね。うん 規制のところで企業名をクラブにクラブ名入れたらいいんじゃないかって、はい、ずっとありますけどこれはどうお考えですか結構僕自身はですねあの条件付きででで賛成って立場なんですよねでこれ何の条件かというとじゃあ急に親会社から変わったからといってその名前になっていってじゃあ例えば数年してそれが出てくるってっちょっとおかしいなと思っていってやっぱクラブのってこうやっぱ何十年ってやっぱり地域に支えられてるものであるのでまあ僕自身は基本的には、まあ、そこまでやらなくていいんじゃないかなと。ただ一方でまあ 30年40年と長い期間本当に会社で支えてくれた企業が僕はクラブメイに入ることっていうのはその企業においては多分おそらくその地域の方々であるとかファンサポーターはすごく感謝もしていたりであるとかすごく望まれている立ち ポジションに入れてると思うのでそういうまあ年数なのか金額なのか分からないんですけども、まあ、そうある程度の継続的なあの関係性がある中で特例としては認めてもいいんじゃないかなっていう気持ちは持ってるんですけどもまあそんな多分メルカリが今まだ会社、ね、経験持って4年ぐらいですけどそれでやってるっていうのは地域の人たちとかファンサポーターかとしても納得感が低いなと思っているので、まあ、変な話例えばマリノスさんとかが日産がもう30年やってるっていう時に多分僕マリノスさんだったら。 まあなんかオッケーもらえるんじゃないかなっていう肌感を持っていてですねやっぱそのぐらい長い間クラブを支えるっていう責任を果たした人たちに初めてもらえる権利みたいなのを僕はいいんじゃないかなっていうふうには思っておりますけどもこれはちょっとまあいろんな人の意見があるので、まあ、ベースは僕はちょっとそこまでいかなくていいかなと思ってます。ドドイイイイツツは年年年でですよねそうか20年かババエエルルが でも20年毎年例えばねそこそこの金額だったらもうトータルの金額とんでもないのでまあ多分ファンサポーター地域からしてみたらまあ多分バイエルの存在っていうのは多分避けられないのでまあ僕はそれ逆に中長期の関係性では保たれて投資できる環境があった時にクラブはさらに発展していくのでまあそういう関係性のなんか土台ができたんであればまあ仮の話ですけど鹿島メルカリアントラーズでつけられるとしたら。うんうん おお金金ははアップすするるんですか出せるお金はいやそれは多分アップすすると思いますよそれは必ずその入った方がマーケティング的にはロアが合うよねっていうのは、うん、ロジカルには説明すららるわ <laughs> かんないですけどね <laughs> でもロジカルには上がると思いますけどただそれとロジカルで上がるものと、うん、ファンサポーターとか地域の心象で、うん、見えない形のネガティブっていうものとのバランスが合わないといけないと思ってるので。 まあちょっといくらなのかってすごいうのもそう難しいですけどね。ただ投資がしやすくなる環境であるとか、もしくは十円のクラブがそうなった時に新規でマンド万円で買いたいみたいなところの会社の価値算定においてはプラスになると思いますよね。うん、はい。それはもう避けたロジカルに広告効果高いよねっていうのが算出はできるので。うん。九三、うん、もそれに近いかもしれませんね。はい、規制のと支援話規制、ね、で、ね、今秋春製がもうほぼ間違いなく実行されてるっていうまあこれも噂ですけど聞くんですね。<laughs> でこれはもう実行委員であり理事でもある。 小さんはご存知だと思うんですけども、はい、秋春戦なるんですかいやまだ議論の最中ですねで僕実はこの問題は選手の目線であるとフットボールの目線からすると、まあ、ある意味グローバルなカレンダーに合わせていくっていうのはすごくポジティブな面があると思うんですけれども日本の冬の問題っていう時に僕は雪とかじゃなくてですねこの寒いっていう中でヨーロッパってやっぱりその寒い中でフットボールを見るっていう文化がもう できていてててていいいそこに対してファンがちゃんと根付いていってるで僕は今の日本のサッカー界にその文化が根付いてるかって時に実は根付いてない可能性もちゃんと目を背けない方がいいんじゃないかなと思っていて例えばこれだけ寒い日本の冬で確かにウィンターブレイクあるとしても、まあ、やっぱまだ寒いですよねと。<laughs> 時に僕らこれからまださらに女性ファンだ子供だって時に。 来てくれるかなとヨーロッパみたいな本当に週末こんなに文化ってできてないかった時にうん正直僕はまだできてない危険性もあるんじゃないかなと思っているので、まあ、そことそのフットボールカレンダーでグローバルでメークとからねっていうのをまあ双方をちゃんとこう冷静に分析というか比較しなきゃいけないというので僕からすると実はそこはあの賛成でもに反対でもあるというかかなり僕的にはまだ答えが実はここは。 個人的には出てないっていう感じですかね。かなりさんは賛成なんですか。僕は賛成ですね。<ー>その感染環境でいうと確かに僕ドイツに住んで6年に住んでたんですね。はい、で確かに寒い中でみんならかったですけどまあもう我慢して見,見てたし、うん、で高校サッカー入るじゃないですか、はい、1月でもって、はいうもあるし、あとやっぱりまあ合説自体のことを考慮しなきゃいけないですけどもそこの設備は J リーグが何か投資して あ、はい、げとあとプロ野球がやってる時期とずらすっていうのはやっぱり結局優勝時期同じなんで、ね、出るところの露出でやっぱだいぶ食らっちゃうっていうのは僕も同じかなと思います。アジアカップ毎回1月で盛り上がるのはやっぱほかにスポーツコンテンツがないっていうのはよくテレビ局の人が言うじゃないですか、はい、あそこで1月いつまでユインタブレイクにするかはあれですけど、はい、ただ野々村さんが札幌の社長だった野々村さんが今チェアマンでかなり賛成派っていうことで。 雪国を説得できるっていう噂も聞いたんですか論にいっちゃえば多分あのそシーズン以降した場合って、うん、多分シーズン終わりが5月6月なので1一、うん、月できなくてもずらせばできるよねっていう考えも極論あるので,、うんでね、まあ入るは入ると思うんです、ね、選手の負担はの問題はちょっと別ですけど練習場の問題とかいろいろあるとは思うんですけどね。ただまあ 世界のフットボールのカレンダーに合ってないっていうところに対しては、日本じゃあこれからワールドカップで。今回よりさらに上に行こうとした時には、まあ、僕はやっぱカレンダー合わせた方がメリットなることは間違いないと思うので。フットボール面化するともうめちゃくちゃイエスだと、これは思っているんですけどね。うん、これ最終的には理事の投票とかで決まるもんですか。いや、これどう決まるんですかね。ちょっと僕もそこね、分かってないですね。<laughs> <laughs> 数少ない理事のね、お一人ですからね。いや、だから経営者としては、その、これチケット大丈夫かなとかーマーケティングは大丈夫かなっていう最初、さっき僕がお伝えしたところが経営者としてはすごく不安ですね。 そこは非常に、まあ、サッカーとマーケティングの方法をバランスの中で難しい判断だなっていうのは暑い時期を避けるっていうあの目的もあると思うんですけどパフォーマンスアップのために。そして8月ってやらない可能性っていうのはゼロじゃないもしくは試合数減らすっていう可能性があると思うんですけど<ー>やっぱりスタッツを見ると8月とか夏場のスタッツ悪いんですよね、えー、どうしても選手のスタッツを見るとやっぱり一般の水は低いのでやっぱ暑さの影響をかなり受けているので。 まあ、あるめたら現役引退された選手に聞いてもやっぱりどうしてもある程度8月力抜かないと、うんまあ、耐えられないっていう話もやっぱり聞くので、うんまあ、夏の問題これ選手行くとやっぱりね静子の方は多分絶対イエスの人多いと思うんですけども、まあ、そこは本当そうだなと思います、ね、8月夏休みだったらお客さん入りますはやだからそれがまたフットボールとマーケティングのこのバランスの議論がかなりあの難しいところで議論があるなと思ってます僕、うん、も。 J リーグはどのエンターテインメントと今戦ってるという実感がありますか、まあ僕自身も全エンターメンと戦っているっていうぐらいな心づもりではいるんですけれども、まあ、少しやっぱり、うん、ビッグクラブとか都心のクラブと、まあ、あの地域のクラブは少し違うのかなとで地域のクラブにおいては多分地域の中でのコンテンツをどう輝かしていくのかとか、まあ、地域の未来にどう取り上げてもらうのかとかっていうところでいやの、まあ、今も。 ノルマさんがチェアマンになってかなり地域露出のところもかなり評価してるんですよねなのでまあそこは本当地域とっていう感じはあるんですけどもまあやっぱり東京とか首都圏ってやっぱコンテンツ多かったりとかまあここの戦いですよねで僕はなんか J リーグのファン構造ってやっぱ三層に見ててやっぱコアな部分がまあ本当スタジアムに来てまあシーズンチケット買ったりやるとかまあ本当にこのコアな層で二層目がどちらかというとまあ呼ばれたり行くとかまあ年に数回行くみたいなライトなサッカーファンみたいなことですね。 で3層目がまあ無関心層なんですけども僕この2層目は結構今細,細ってきちゃってるんじゃないかなって意識を持ってるんですね<ー>これは多分僕からするとやっぱ矢ベっち FC があったりとかだ代表戦に対してアテンションであったりとかまあいろんなところで今あるとこれ2層目比較的ちゃんといてでまあ,あうまくそこ1層目の方に押し合ってこれたりやるとか、うんえー、あったと思うんですけども。 まああの代表選手がそもそも J リーグではない選手が増えてきたりであるとかまあダゾーンで見なきゃいけないんで有料では見れないんでサッカーを見なくなったそうであるとか藪口 FC とかも当然ながらダゾーンの方に行くっていう中でいうと何でもその今までゆるっとふわっといたこの結構なボリュームゾーンの2層目が結構細細く細っていってるって危機意識をすごく思っていてここのやり方をもう一回ちょっと J 口考えないと。 なんかこのこの議論するって絶対三層目の議論するんですよ、うん、でも僕三層目だけ2 2層目は結構大事だってんですよね確かにジェ、はい、リーグあんま話題にならないとまずいですもんねそのニミッポーでのサッカー番組がどんどんなくなってしまってそうなんですよでちょっとサッカーって見耳よねみたいな層が一気に細ぼっていってねそっからどうやってね やるかって難しい、ね、あのドイツだと社長同士が結構喧嘩したりあの社,長 <laughs> 社長が社長がプロレスするんですけどそれやっぱ日本だと難しいですかね例えば小泉さんが浦和レッズの社長をなんかここダメだろうとか <laughs> そういうのは難しいすか <laughs> ど,どう喧嘩かしてるんですかドイツだと。ドイツだとそのほ補強方針だったりとかあ,<ー>あとその、まあ、本当にいろんなことにいちゃもんつけてます、ね、その<ー>プレーのピッチ内でも平気で言いますね。 あんななサッカーつまんないとか参考します <laughs> いやでも J リーグの社長陣も僕経営陣ももうちょっとツイッター使ってはいいんじゃないかなと思って、えー、そんな少ないんですかツイッターで多分僕ともう一人ぐらいですね J1 だと、うん、でほとんどの方がやっぱりその何か試合で負けた時とか何かあった時に、ねまあ、やっぱり荒れるので、まあ、そこをケアするとやっぱりなかなか皆さんしないですよねで僕はまあ正直なインターネット経営出身なので、まあ、バンバンまあ出しちゃうんですけど あのうん、僕もやっぱり一回ある戦いで誤信のことについて思いっきりムカついたんで数えたらもうめっちゃ荒れたんですけどあ<ー> <laughs> まあでもやっぱり僕自身はでもなんかうん経営者というともやっぱりそこに僕個人の思いはあるので、まあ、僕自身はなんか批判というよりはもっとラ裸々にいろんなことを言うことはすごい大事なんじゃないかなと思っては言いますね。う ネット企業でよくすごいインターネットを使ってどうやってファンを増やすのかとかすごい言われるんですけどやっぱスタジアムは熱狂がないと、うん、ソーシャルメディア作っても熱狂しないですよねだから僕はそのまずコアな、まあ、スタジアム盛り上げようと、うん、なので去年の開幕戦でその2階席を無料でって言って2万7,000人来たんですけどその時もうコロナがかなり。 あったので2万超えるのはほんとうちとかほんと数少なかったんですけど、まあ、それなんかももう無料でもいいから一回来させようっていうのでやっぱりその戻すことに対して今僕はすごい必死なんですよね。でこれってやっぱりそのアントラーズの歴史を見ると、えっと、3.11の震災の時、えー、サポーターっていうかそのファンが減って来場者が減っていって元に戻すのに5年かかったんですよ元の水準を持つのに。 結局離れちゃった人たちを5年かけて新規で埋めてたんですよねだから僕は今コロナで出て行った人たちを新規で埋めてなくてまずこの人たちに速攻持ってきてほしいんでそのためのあらゆる試合をやっていって戻さなきゃいけないというふうに思っていてでアントラーズは去年のリーグで言うと後半の方の5試合ぐらいはもう2万人超えてきたんですよね平均するとなのでだいぶコロナ前にもうほぼ水準ちょっとして戻ってきたので もう一度踏んでいっていかないといけないかなっていう、まあ、その危機者すごい持ってますね。と、うん、のデータほんと怖くて年かかってこので、うん、でライト層の話でいうとこの日本代表ブームってまあライト層が増えるきっかけかな、はい、と思っうんですけどこれって J リーグ人気 J リーグのなんか観客動員とかいろんなものにつなげられるものなんですかつなげられると思ってるんですけどもやっぱそれのきっかけも、うんと、うん、メディアまあ当然大事なのあるんですけれどもやっぱり最初の。 きっっかけって僕はなんか周りにいる既存ファンがどうやって誘いてくれるか誘い誘われみたいな構造を作れるかと思うんですよね。で僕らも去年やっぱりその既存のアントラーズファンに、えー、とチケットを2枚買ったら1枚無料みたいな,なんか周りを呼びやすいような施策するとですねやっぱりそのメディアも大事なんですがもっとやっぱりそういうところも含めて設計していかなきゃいけないなと思っているのとやっぱりその代表人気あってサッカー面白いよねってなってた時に、うん、なんかサッカー サッカー面白いしサッカーを応援している自分もなんか楽しいしその日本代表っていうになんかコミュニティに属してるというかサッカーのコミュニティに属してるみたいな気持ちが多分どちらか楽しかったんじゃないかなと思っているんですよね。そそういうい意味で、なんかそのののアンントラーズのファンのコミュニティ入っていうところまでこうどうやって、えー、とファンとしてこう成熟度合いというか <laughs> こう増していくのかみたいなところまで。 このままいくと多分1回来てもらってあ「サッカー面白かったけどやっぱりワールドカップは良かったよね」とか、うん、なんか結局ファンになるまでこう成長しないままドロップしていく感じがするので僕らとしてはなんか、ま、データ見てるやっぱりですね3回ぐらい来ると結構定着し始めるんですよ。うん、でマジックナンバー3なんですよ。だから僕ら今年マーケティングにはプラン作ってるんですけどやっぱ前半にどれだけ来させて。 年内一週の中で三回以上させる。そうすると、どんどん、定着化していくんで。で、それをやっぱり一回でやらせない、そのため、どうやって、あの。なの、お客様に、あの、いろんなサービス提供するのかって考えてはいます。まあ、最大、今年、あの、ジェーリック三十周年なので。今、五月の、十四日ですね、日曜日に、あの、アントラーズと名古屋でですね。新国立で、仕上げるんですけども、もおそらく、そこが。 かなり僕らとしてはピークになると思っているので、まあ、それに向けて今こう準備をしていってるっていう感じはありますけどもやっぱスタジアム来て楽しかったのをどうやって2回目3回目につなげるかですねほ、まあ、本当それは日本代表が今回活躍してなんかサッカー見に行きたいっていう機運ができたのでそれを育てられるかっすよねこ,こっちかなと思ってます。 代表戦見たりあと海外サッカーはしょっちゅう見るのに J リーグ行かない人っていうのはライトファンなんですかコアファンなんですか？はい、ライトファンだと。ライトファン思います。でもそれは多分その人がそのさっき言った代表はなんか日本人としての誇りもありとか、はい、日本人というコミュニティで入ってるんで自分ごと化してるんですけどチームのことに対しては自分ごと化してないっていう感じなんですよね。うん、なんでまあその自分ごと化していくっていうところ大事なんですけど僕はそこもなんかです二層構造になってると思ってて<ー>えっといわゆる箱押しって言われてるようなチームが好きな そうとその子に対して選手が好きなっていうことですよねで海外サッカーにおいては結構その選手から入ってて見てるっていう層が比較的多いんじゃないかなとで J リーやっぱりまだ箱推ししかやってないんですよねもうちょっと選手押ししていってでうちの女性ファンなんか特にデータ見るとアントラーズの箱が好きなのか選手が好きなのか結構半々ぐらいなんですよ。おー じゃあこの選手が一茂したからっていっていなくなるかというと次の好きな選手,選手を見つけるんですよね。えー、だ常に好きな選手を見つけながら、まあ、箱もしてるっていう感じなんですか。選手が普通なんですよ。で男性は比較的逆で箱があって選手なんですよね。この種従が違うんですよ。だから今までサッカー系の人たちってどうしてもその先ね箱で行きたがるんで僕はこの時代で選手がねグイッと前に出るようなことがやりやすくなってるのでもうちょっと選手を視していきながら。 その2層構造っていうのをうまくあの作っていかなきゃいけないなというふうに思ってはいますね。その辺監督とかリーもうちょっとこの選手使ってくれとか例えば荒木とかすごいイケメンだし <laughs> パリ五輪リも候補だし試合出たらやっぱ人気出ると思うんですけど、はい、やっぱ岩間さん監督今あんまり好んでない印象僕はあってまあ好んでなかはないですけどやっぱいろんな選手がいる中でせ、まあ、監督はやっぱそれでいいんじゃないかなっていうのと、うん、まあそれでまあいろんな選手が活躍したら多分活躍選手につくので、うんうん、まあ 僕ら自身はなんかそこまで監督に何かお願いするってことはないですけども一方でその J リーグにおいて、えっと、これまでの J リーグってどちらかというと研修とかででで炎上しししないいいくださってんですよ<ー>で今回僕ワールドカップですごく感じたのが、えっと、海外でプレーしてる選手の SNS はすごく本音ベースで話しててめちゃくちゃコンテンツ面白いんですよね。 ここれれは逆でで全くそれやってないんですよだからこれめちゃくちゃ問題だなと思っていてもうなんでまあ全員にやるとは言わないですけどやっぱり SNS の活用が上手い選手もしくは好きな選手はもっと、まあ、多少炎上してもいいから自由に発信しろということをちょっとリー、うん、チームとしてはちょっとやっていきたいかなとかうもう少し先でちゃんとやりたいなと思っているのはファンクラブも今アントラーズのファンクラブじゃないですけどさっきの2走コースじゃないですけどもちろん選手の方の推しで ファンクラブなりグッズなりなんなりっていうのはやっ,ぱやっていかなきゃいけないと思っているので、うん、もうちょっとその二層構造化をやっていって、うん、まあこの古の時代にあったクラブのマルタイズの仕方とかファンとのエンゲージメントの仕方を考えないとなかなかファンって増えていかないだろうなっていうのを、うん、鈴木優馬とかやっぱキャラが立ってるじゃないですか僕も去年鹿島見に行った時にやっぱりもう特別な選手だと思ったんですよ、うん、もう目立つというか一目で誰か分かるみたいな見に行く価値がある選手だと思うんでですすねだそそれれがやっぱ知,れ知られづらづいいじゃないですか今、うん、そう,そうですね。 そそういうういいいのが出たらいいでですすよねそうですねなので僕らも今 YouTube とかも去年ぐらい,か,いからすごく今強化し始めているんですけどもやっぱりそのもう少しインサイドストーリーやっぱり上げていかなきゃいけないなと思っているので実はあの PR で2月からあの入社するメンバーですねテレビ局でスポーツ番組で、うん、あのそういうドキュメンタリー作ってるやつがなんですけどもそれを長尺短尺いろいろあると思うんですけどももう少しフットボール以外の,その選手の苦悩とか歓喜であるとかっていう機会でこうやっぱ映していって。 でもうちょっとファンをこうちゃんとでしょう、ね、僕らにエンゲージメントを高めてもらえう,うにしかなきゃいけないので,<ー>結構でもそういう形で今徐々にちょっと変えていこうというふうに思ってはいますからね。というふうり部位ぐらい煽りますかそでも <laughs> そ白いうのも結構参考になるなと思ってて、うん、なんか例えば新日さんとかってあお、ね、り方がうければ選手がすごい関係ないところに出てくるじゃないですかいろ<う>んなメディアーに。 でなんか真壁さんのスイーツ男子とか言われたりとかしてなんかあ,ああいう手形もなんか僕はなんか全然いいんじゃないかなと思って行って結構サッカーの昔からのファンってなんか選手にそんなことやらせるんだみたいなサッカーに集中させろって言うんですけどでも僕はなんかマーケティングやってちゃんと稼いで,でそれをフットボールに通してっていうその循環だと思うんで、まあ、その循環をもうちょっとビジネスサイドで回していくために、まあ、多少こう煽っていったりとかマーケティング目線でまああのやっていくことは僕は大事かなと思ってますけどね。 ね、田中選手みたいな感じですよね、うん、あそうです、ねね、いいですすね女性も多いそうやって,ってなんか無関心層がなんかちょっと関心層になっていくだろうとか、うん、ちょっと関心層がもうちょっとその人の人間が好きになってこう後半になっていくだろうとかっていうなんかサッカーの勝敗以外のストーリーもちゃんと伝えていくことで。 パンの厚みが出てくるかなっていうふうには思ってますかねか。ヒールがいないんでしょうね。そうなんですよね。<laughs> ヒールだね。揉め事となんか j ェが好まないから。<laughs> 僕も <laughs> 揉めちゃい揉いていっていうかその <laughs>、うん、あのその感情の起伏がもうちょっとあるような質らいていうかね立てつけてまたもできるなと思って。 小泉、ね、さんが日本代表監督にもっと物申すとかもあっていいのかなとか <laughs> いや僕ねツイッター結構言ってるんですよ実は代表戦楽で <laughs> 気が楽で <laughs> あの結構言ってて僕あの結構アントラスサポーターに社長代表戦はなんか心の声出過ぎみたいな <laughs> 言われるんですけどそうですねまあでも、うん、そ大事ですよねスタジアムに来る楽しさの最大化って僕は僕大事だなと思っていて90分じゃない半日のエンターテインメントに変えていくるって感じですよね ネクス,トスター選手をちゃんと意図的に作って。 いくっていう意味で言うと僕はオールスターとかばっかしほしいなと思いますアベマとかうまいですよね三笘選手の試合とか無料で配信したりアカデミーとか下に使いたいですね次のじゃ荒木を生んでいくために投資をしていくあのユースをやっぱりプロとして扱うべきですよね90年代前半とか中盤ぐらいまでってヨーロッパから獲得してるんですよね例えばバイエルンとかから取ってるんですよジョルジーニョとか <laughs> でその時ねすごいですね <laughs> 今考えたでもそれやっぱりチャンピオンズリーできてからの法援権のこの後頭で一気に差がついてワールドカップのクラブ番 をやろうみたいな話が出てきてるユニコーン作るより難しいってね回すってすごい大事だと思うスプランデラーを中期が長いってのが一番決してしんどいっすねやっぱり大谷君ダルビッシュみたいなのは何で野球に行っちゃうのみたいなあ<ー>あいうなんかポテンシャルたちがサッカーに来るほどサッカーに僕らは投資多分下の世代できてない。